ソウルアローオンラインダンスレッスン講師のひなこです。次は続きのステップを練習していきましょう。横に移動する先ほどやった4つのステップ、先ほどやったのが右左右ちょん左右左ちょん、このステップを活用してただ回ってるだけなので割と覚えてしまえば簡単なステップです。はい、同じ足を使って右から動いていきます。左肩がこう前に行くような形で右足から右左右でちょん左前側右左ちょん、これの繰り返しです。もう一度いきます。右左右ちょん左右左ちょん。はい、このような形です。少しスピードアップしてやっていきましょう。5、6、セット、右左右ちょん左右左、もう一回右左右ちょん左右左、以上になります。曲お願いします。この動画をいいなと思ってくれた方はこちらにいいねとチャンネル登録お願いいたします。はい、少し今回転も回って難しかったんですけど何回もこの動画を見てチャレンジしてみてください。あとはもっと詳しく知りたい、かっこよく踊りたいという方はこちらリンクからもっと詳しく教えているので見てみてください。はい、ではありがとうございました。よろしくお願いします。